チャンネル日本シリーズさあということで2020年日本シリーズが明日開幕しますまあコロナ禍の中でシーズンどうなるかっていうところでねまあここまで来れたっていうところはファンの皆さんもそうですけども全ての関係者の皆さんね、えー、努力の賜物ということで良、まあ、かったかなと野球界にいる人間と一緒にね思いますさあということで今日はですね日本シリーズソフトバンク対巨人もしくは巨人対ソフトバンクなのか大予想っていうところで え進めていいいきたいと思います、まあ、なんとね、まあ、今回の大きな変更点というか注目どころは全試合 DH 採用工藤監督からえ提案があって、まあ、あのコロナ禍の中でえやってきた中で選手たちを、ねあのー、の負担を軽減させるという意味も込めてどうですかと原監督が「いいね」というところで受けたというところで,です、ねまあ、原監督はね、えー、昨年ですかね えー、セ・リーグも DH っていうところを、ね、提案してましたけども、まあ、工藤監督としては、提案をね出せば、必ず原監督は飲んでくれるという確信の下でね提案したと思いますし、これがもとしね、ひょっとしたらあの、ドラゴンズが強かった落合監督の時なんかで言うと、ノ、no、って言ってる可能性もね、十分あったかなと思いますけども、まあ、原監督だからこそ、この提案を受けたのかなと。まあとと一つとしててはこの流れに沿って未来セリーグも DH に、えー、移行したいっていう思いもこの提案を受け入れた中にはひょっとしたらあったかなとまあ、かなり強いんじゃないのかなとねいうような、えー、感じにしますまあ、でもねこの DH 全試合採用っていうところは最初は原監督から提案したのかなとは思いましたけどよくよく聞くと工藤監督からの提案というところでこれはもう完全に一気にソフトバンクの方に有利に働いたかなとまあ、第1戦第2戦と巨人の 主催試合だ、まあ、強制のドームで行われますけども第1戦、第2戦、通常ならば DH なしで投手、えー、が打席に立つ試合が続くっていう中でソフトバンクで考えれば今年は交流戦もなかったですし、えー、ピッチャーの打撃そしてピッチャーの走塁っていうところは、まあ、シーズン中も含めて、まあ、ゼロに近いぐらい練習してきてないと思うんですよね。でその不安の中 DH 採用によってピッチャーが打席に立たなくてもいい。しかも巨人を倒すためには 初戦の菅野に絶対勝たななきゃいけないけこの菅野に勝てばもう一気にいけるっていうところの計算もあったと思うんですよね。でその中で、えー、初戦 DH 採用することによって多分ですけど DH にはデスバイネが入ると思うんですけどもこの DH 採用がなければ、まあ、デスバイネが、えー、打席に立てない1戦目2戦目でようやく3戦目から、えー、打席に立てるっていうところで、まあ、ソードバンクとしてはやっぱりその戦力が半減してしまう。 DH 採用によって守備に不安があるデスパイニを常に DH における、もしくは状態によっては長谷川、バレンティンという選手たちも考えられる中で、まあ、この DH 採用はソフトバンクに一気に有利になったかなと、不安のあるピッチャーは使わなくてもいい、逆に一戦目、二戦目、仮にピッチャーが打席に立つと、巨人は菅野ですから、バッティングもいいといろんなことができる、そういうメリットはね、あったかなと思いますけども。 仮にジャイアンツが、ね、DH 採用なればそこに入るのはウィーラーもしくは亀井、中島えここら辺が、えー、入ってくるのかなとでもしくは住谷がキャッチャーに出た時なんかは、ね、大城が指名出しに入ってくる可能性は十分ありますけども、まあ、相手投手によって、まあ、流動的に変わってくるのかなっていうところを考えれば全体的に戦前の予想としてはこの DH 全試合採用っていうのは大きくソフトバンクにアドバンテージを与えるような 気がしますねさあその中でソフトバンクのねまあ、キーマン、えー、このシリーズのポイントなる選手を言えばやはり1番に、えー、座る、えー、シュート選手なんじゃないのかなと、えー、終盤まあシーズン前半はね、えー、打撃もちょっと苦しいんでねなかなか出塁できないっていう試合が続きましたけどシーズン後半はね本当にえー 後半だけで見ると3割前後ぐらい打ったのかな。で、その中で出塁する、で、盗塁する、で、十何試合、三試合、四試合、えー、連続盗塁っていう試合もありましたし、まあ、塁に出れば盗塁、そして50盗塁、えー、この周東選手をランナーに出してしまうと、ジャイアンツとしてもバッテリーがランナーを警戒しすぎる、しなきゃいけない。で、その中でバッターへの警戒心が多少薄くなって、連打、連打と。 一気にビッグイニングをつかれるという可能性も、えー、ありますし、配球が、ね、アウトコースに偏る、そこを狙われるというところも考えられますから、この周東選手が塁に出るか出ないかという、えー、ところはかなり、えー、両チームにとって大きな問題になってくると思いますけれども、まあ、このシュート選手の例えでいうと、まあ、僕が2005年、えー、日本シリーズ出たときに、まあ、阪神のあの時、赤星ですね、もう赤星は絶対塁に出さないように、非常に考えて配球したなと。 で赤星をランナー出してしまうと3番、シーツ4番、金本さん5番、今岡さんとこの強力クリーンナップに一気に得点を持っていかれるっていう試合展開になってしまうとだからこそ赤星を全力で抑えなきゃいけない。 っっっててていうようよにに試合に持っていってで、日本シリーズ初戦1打席目なんとフォアボールで出してしまうっていうおいおいおいっていう展開になりましたけども、まあ、あのしっかりクイックもしながらケアして盗、えー、塁されずで最後は、えー、ダブルプレーで、えー、初回終わるっていう形にね持っていけたっていうところは、まあ、大きな分岐点だったかなと思いますし、まあ、シリーズ通して赤星を、えー、そんなに塁に出さなかったっていうところも、えー、大きく。 タイガースにね、失点させないディフェンス面ができたかなっていう試合だったと思うんで今回のジャイアンツもこのシュート選手をね、どこまで抑えれるか塁に出さないかっていうところは正直非常に高いポイントになってくると思いますしやっぱシュート選手出してしまうと、えー、その後に控える、えー、中村晃柳田グラシャールっていう強力打線が一気に得点に結びつけるっていうところも考えられますから、まあ、このシュート選手がソフトバンクは鍵になってくるのかなと。 でもう一つはやっぱり柳田選手ですよね、今年1年、まあ、大きな怪我もなくフルスイーズン戦えた、えー、主要3部門、すべて上位にいる、えー、この活躍っていうのはソフトバンク、えー、リーグ優勝には大きく貢献、えー、このシュートを柳田のこのラインがどうなるのかっていうところが一番のキーポイントですね。でもまあ一つ、気をつけなきゃいけないのは、えー、クライマックスの日曜日の試合、えー、クリーンナップノーヒットでも下位打線でしっかり得点を挙げたっていう。 試合もありますから、まあ、買い出せも侮れないんですけど CTA はねシュートをやいだろうホットライン注目ですかねさあ続いて、えー、ジャイアンツの、えー、キーポイントプレーヤーは、えー、やはりエース菅野やっぱり先発投手にね、えー、全体的に、えー、不安が、えー、ある中でこのやっぱり今年のシーズン考えても この開幕13、4連勝っていう、えー、試合の中でチームの連敗を止める連勝を伸ばしていくっていうエースとしての重責をかなり大きなポイントで果たしたっていうあのピッチングっていうのはねやはりあの独走を成し得てリーグ優勝した結果だと思うんですよね。でやはりり、えー、初戦し、えー、しっっっかでで勝って、まあ、もし可能性あるんだったら中日 第5戦に投げるっていうぐらいのローテーションを組んで、菅野中心のローテーションで、やっぱり攻めていく必要性があると思うんですよね、まあ、昨年、ソフトバンクに4連敗しましたけれども、菅、まあ、あ野のね、体の状態が思わしくなかったっていうところで、開幕戦、山口を添えて、そこで山口が落とす、そのまま4連敗っていう形になりましたから、なんとかね、昨年の嫌なイメージもあるでしょうし、この初戦に菅野でね、しっかり勝てれば、チームの勢いが増すんじゃないのかなと。 このやっぱりジャイアンツ初戦菅野どういうピッチングをするのか注目ですよね。もう一つの注目どころってキーポイントで言えばやはりまあ丸、坂本、岡本この打線3人が機能するのかどうか、まあ、昨年の日本シリーズではね、まあ、岡本がホームランを打ったのかなでもこう坂本丸がねちょっと波に乗れず上昇を上げられなかったっていうところでね一気に持っていかれたっていう試合もありましたからやはりこの3名丸、坂本、岡本が どこまで機能して爆発するかっていうところは、まあ、打線のね一気の得点力っていうところに大きなウエイトを占めるんじゃないのかなとこうが機能して菅野がしっかり抑えれれば、まあ、最高のねジャイアンツとしては形になっていくので、まあ、初戦そこが両方のね投打のキーマンたちが機能して初戦を取ることができれば面白い展開になっていくんじゃないでしょうかあとはねもう総力戦で今年のねシーズン原監督がね多彩な系統を見せて ストライク追い込んでからね、応援を出したりとか、いろんな、えー、バリエーションを持ったリリフジーフ陣いますから、もう系投系投でベンチ策でなんとか逃げ切るっていうね投手編成は、まあ、必要になってくるのかなと、えー、思いますけども、さあ、ここで2020年日本シリーズ、里崎智也の予想、参ります4勝1敗でソフトバンク勝利っていう予想をしたいと思います。まあ、多くのね 解説者の人も、まあ、ソフトバンク有利かなという見方が、えー、強いと思うんですけども、まあ、この1つの要因としては、やはりソフトバンクが尻上がりでシーズンを終えたというところが非常に大きいと思うんですよね。柔軟連勝途中に ありましたした、えー、クライマックスシリーズも一気に駆け上がって、えー、シーズン序盤は、ね、本当あのコロナ禍の影響でデスマイニングラシアルなどキューバー勢が、ね、来日できないとか、えー、ヤクルトから取ったバレンティンが全く機能しないとか、えー、怪我人が多かったとかっていうところで、ね、チームがなかなか、えー、一つに、えー、な形を、ね、作れなかった。 えー、状況の中でシーズン終盤に向けて、まあ、キューバ勢が来日してけが、えー、人が帰ってきてもうばしっと形がはまれば無敵っていうね去年もおもそんな感じでしたっていうね、えー、知れ上がりにチーム状態を上げてきたソフトバンクそしてシーズン序盤からグワーってねジャイアンツ来ましたけどもシーズン終盤でねちょっと連敗が続いて、えー、マジック出てからなかなか優勝ができなくそしてクライマックスシリーズもなかったで最終戦がサヨナラ負けですかねっていう形でちょっとね チームの勢いが上がらないままシーズンが終わったっていうところのこのチームの勢いがねどう出るのかっていうところは注目ですけれどもまあそういったところもとってまあ佐々崎の予想としては4勝1敗でえソフトバンクまあもちろんねこの,あの予想が覆ることは十分ありますはいえそしてですね今年日本シリーズでパ・リーグのチームだからソフトバンクが勝てばえ過去の日本シリーズの勝敗票がえ36勝と35勝え1勝パ・リーグが貯金を 作るっていうね、この歴史的日本シリーズでもありますから、まあ、パ・リーグ出身としてはね、パ・リーグが、えー、日本シリーズの勝ち星を上回るっていうところは、まあ嬉しいところですけども、解説者としてはね、まあ面白い試合を見たいなと、でしかもあの、このね、日刊スポーツ、な日刊スポーツのデータによるとですね、まあ、データっていうか、書いてあるんですけど、1、2、3、4、5、6段、今、パ・リーグ7連覇、2010年以降では9勝1敗。 セ・リーグは12年の巨人以来優勝なし、まあ、今年どういう展開になるのかしかも基本パ・リーグが勝ってる2010年以降の試合で3敗したのはソフトバンクの11年だけあとは2敗もしくは1敗、まあ、もしくは全勝という形でパ・リーグが勝つで巨人が日本ハムに勝った時は 敗っていう形で、まあ、基本的に相場としては4勝2敗っていうところね多いかなっていう感じはありますけども、まあ、この勢いはどうなるのかあとですね面白いデータがありましてあのパ・リーグだけプレーオフもしくはクライマックスシリーズを開催した時。 の成績という形で、まあ、2004年2005年は、ね、プレーオフという形でパ・リーグから始まりましたけど、まあ、2004、2005、2006、2007年から、ね、セ・リーグもあのクライマックスシリーズを導入というところで4、5、6は先だって、ね、パ・リーグはプレーオフ制度を持ったんですけども2004年はプレーオフで、ね、西武が勝ち上がってドラゴンズと対戦して4勝3敗で西武2005年はロッテがプレーオフを制覇してリーグ優勝。そして タイガースと戦って4勝0敗でロッテで2006年は日本ハムが、えー、日本シリーズに出て4勝1敗で日本ハムっていう形でこのセ・リーグはねクライマックスシリーズをなかった、あのー、時っていうのは、まあ、過去3回三、まあ、回なんですけどね、まあ、もう15年以上前ですけども、まあ、その時はね全て3回パ・リーグのチームが勝っているっていうこのクライマックスシリーズがあったパ・リーグとなかったセ・リーグがどういう影響感になるのか明日からの試合注目です。コメント欄にはぜひ 皆さん方の予想、何勝何敗でどちらのチームが勝つのかコメント欄で皆さんで盛り上がっていきましょう。さあ、明日開幕の2020年プロ野球日本シリーズ、どういう試合になるのか、里崎は第3戦、日本放送で解説します。そして第4戦、地上波フジテレビ副音声をザキヤマさんと2人で副音声解説しますんで、ぜひそちらでお楽しみください。以上、里崎智也の年プロ野球、 日本シリーズ大テンでした明日注目グッドボタンチャンネル登録忘れずに